一つは平和のことで、攻めてこられたらどうすんねんという議論をする前に、平和を作るための手段を議論してほしいと。で、攻めてくるという質問は、平和を作る手段ができた段階で、その質問はなくなると思うんですが、それについてどう思われますかということ。それと、お金がなくても安全な社会で食べ物、水、衣食住があれば大丈夫だと思うんですが、私はお金のいらない国を憧れてますけども、そういう経済のことについてどう思われますかということ、それと少子高齢化の問題点と、今こういうことをやっていこうというふうなことでお考えになっていることをお聞きしたいと思います。それと一つだけ、国の礎はメーカーじゃなくて私は脳だと思ってます。農業。ありがとうございます。非常に多岐にわたる、ご質問だと思います。一つが、安全保障に関わる話と、で、もう一つは、通貨制度というものに対しての疑問で、もう一つは少子高齢化に対してのお話と、そして農業に関しての考え方みたいなところでよろしいでしょうか。安全保障なんですけど、一番重要なのは何かっつったら、これ攻撃力を高めることによってそれが抑止力になるかっつったら、なかなか難しいんですよ。相手が持っているものとイコールになるぐらいまで持っていかなきゃダメなわけでしょ。もしくは超えなきゃダメなわけですよ。圧倒的打撃力を、巨大な打撃力を持つとかっていうような立場にならなきゃなかなか難しいでしょ。脅威にならなきゃいけないってことでしょ。その競争って終わりがない。逆に言ったら緊張感しか生まないって考えると、これってプラスになるのかなって思うんですよ。もちろんプラスにはなりますよ。一部の人たちにとっては、軍需に関わるような人たちにとっては美味しいタイミングですね。だからこそ、このウクライナっていうものと、ウクライナ、ロシアっていうところにおいても、この軍事産業ってものがやっぱりこれ今盛り上がってるわけですよね。株価も過去最高になったりとか、さまざまな収益を上げてるっていう状態。戦争ってものはただ単に揉め事なんじゃなくて、そこには金儲けってことがベースにあるんだってことを忘れちゃいけないってことですね。ここに巻き込まれるのは誰かっつったら、向こうの市民であるということを考えるならば、極力抑制的な立ち振る舞いが必要になってくるんだろうと。で、やばいぞ、やばいぞって話の先に何があるかっつったら、いかに巨大化していくか、自分たちの軍備を巨大化していくかって話しかされてないんですよ。一番重要なもんって何ですかっつったら、外交以外ないんですよ。外交の失敗が政治なん、外交の失敗が戦争なんでしょ。じゃあその外交をいかに厚くしていくのかっていうビジョンは語られてないですね。アメリカとどうするかってことは厚く語られるっていうか、もうテンプレです、これ。はっきり言っちゃえば、テンプレート。アメリカと韓国と組みましてみたいな話はもうテンプレート。でも、それと対峙するってどんな国があるかって言ったら、おそらく中国、ロシアに北朝鮮なわけでしょ。で、アメリカがいくら行きがったって、その最前線に立たされるのは私たちなんですよ。それを考えたら、やっぱり一番重要なものは何かっつったら、近隣諸国に対してどういう関係性を結ぶかっていうことをやっぱり主眼に置かなきゃいけないわけですよね。例えばですけど、中国とアメリカの緊張、この緊張に日本が巻き込まれるってことは絶対にあってはならないんですよ。あってはならないっていう感覚を持ってるのは日本だけじゃないんです。ASEAN 諸国もなんです。アメリカか中国かどっちかを俺たちに選ばせるのやめてもらっていいですかっていうことを ASEAN 諸国は言ってる。これ外交でしょ。最も正しい。日本側はどうですか。アメリカと一体になってやってまいります。ごめん、それ外交じゃないの。追従なの。隷属なのって話なんです。絶対にやっちゃいけないことなんですよ。台湾の危機は日本の危機でもありますから、台湾防衛は日本の防衛でもありますって、そんな政治家クビにしなきゃいけないんです。絶対にそんなことを起こさないための外交がまず最初に来なきゃいけない。どうしてかっつったら、これまで過去に行われたシミュレーションの多く占めるのが、台湾の有事になった時に米軍負けてるんですよ。米軍についていくってことは何かっつったら、その急先鋒として日本の自衛隊が出なきゃいけなくなるんですよ。台湾自体を中国側に奪われることはないが、
その作戦のために多くの人員と装備を失うってことがアメリカのこれ、2020年の空軍が図上演習で出したデータなんですよね。それを考えるとするならば、いかにそれを防ぐかっていう外交的努力を前に進める以外にないんですよ。それができてるかって言ったら今できてない。敵基地先制攻撃能力、向こうが攻撃する前に俺たちから先にやっちまおうぜ、向こうの司令部まで叩けるぜみたいな能力を持とうとしてる。でこれあまりにも評判が悪いから言い方変えた。反撃能力、看板付け替えてもやろうとしてることは一緒。世界の報道でもその内容は先制攻撃能力として捉えられていることが多いってことなんですね。でこれをやっちゃうと何がまずいかってことなんですけど、もうご存知の方多いと思います。日本は世界から足かせをしっかりつけられてるんだよってことを見せてもらえますか。はい、国連憲章、旧敵国条項、はい、何ですかってことなんですけど、国連の憲法みたいなもの。そこで戦争の敗戦国たちはこういう立場にされてる。戦勝国側が決めたことを旧敵国が覆すのはなしだよ。だってお前ら負けただろ。旧敵国が不穏な動きをした際には安保理の許可なく強制行動、武力行使などができるんだぜっていう話なんですね。日本側がひょっとしたらこいつら何かまた侵略するとかってこと始めるんじゃないかっていうような危機感を周辺が持つような行動に出たときには、それらの国々は安保理の許可なしに日本攻撃できちゃうっていう代物なんですよ。じゃあ旧敵国と言われるものどんな国があるのか、条文には書かれてないけれども外務省に聞いたら、日本、ドイツ、イタリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、フィンランド、こういう国々じゃないかっていう外務省の見解で、じゃあこんなものいつの話なんですかって、もうこれ削除させましょうよっていう話できないのってことなんですけど、実は95年12月に国連総会の決議で採択されてるんです。どんな内容か。可能な限り近い将来の適切な時期において、これらの敵国条項を憲章から確実に削除するため、憲章108条の改正手続きに従って国連憲章を改正する手続きを取ると決議。なんだもうなくなってんのと一緒じゃんってならないんですよ。これではなくならない。そうだね、先々やっていくっていうことを考えなきゃねっていう話なんです。国連憲章の108条の改正手続きやらなきゃ話前に進まないってこと。95年から放置なんですよ。はい、これだけでは削除できませんよ。じゃあどうするんですか。2段階です。2段階。まず国連憲章の改正が必要。はい、53条と107条を削除しなければなりませんねってことなんですけど、2段階と言いました。1段階目、国連における改正案の採択では、総会における、これは、総加盟国の3分の2の賛成が必要になる。この段階では5大国、要は、常任理事国の賛成は不要なんですね。で第2段階、採択された案、その発行には常任理事国も含めた加盟国の3分の2における議会で批准が必要。国連で決まったことを国内に持ち帰って、国内の議会でそれをGOですね、いいですねっていう手続きが必要になる。2段階なんです。でもし常任理事国が反対したら、これはできないっていう立て付けになってますよ。常任理事国どんな国ある。中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカ。今の日本のような高はぶった政権運営とかしてるような状況で、この敵国条項削除されるかって言ったらされませんよ。つまり何かって言ったら、意気がった態度やればやるほど、これは向こう側に付け入る隙を作っちゃうってこと。やられるよって。だってこれなくなってないんだもん。そういうことなんですね。何を言ってんですか。そんな古いものは条文として残ってても死んでますよ。私文化してる。そういう人います。大間違いです。牽制され続けてます。2019年1月、ロシアのラブロフ外相、北方領土返還を求める、そのやり取りの際に、日本の要求は国連憲章に反しているっていう記者会見も開かれてます。はい。南クリル諸島、北方領土のこと、日本への引き渡しを求める要求は、第二次世界大戦の結果は不変であるとする国連憲章の条文に基づく日本の義務に反するものである。ラブロフ外相が記者会見でこのように述べたと。だって言っちゃダメなんですもんね。決めたこと覆すのなしなっていう前提なのに、領土改正って何ですかっていうことを言い出してるってことです。はい。日本は国連加盟国となった際に国連憲章を批准している。国連憲章107条は
第二次世界大戦のすべての結果は揺るがないと規定している。我々は何も要求していない。ただ日本の隣人たちに国連憲章、サンフランシスコ宣言、その他一連の文書に規定された義務に沿った行動をするよう呼びかけているのだと述べたと。